今日 STU のマスクじゃなかったんですよ。不織布のマスクだったんですよ。めっちゃどうでもいい情報だめちゃくちゃどうでもいい情報。今日不織布のマスクだったんですよね。この本でも緑見て、段ボールみたいな色のさマスキングテープ、すごくね。うん、はーい。え、貼ってもええんかな。ちょっと貼ってみようかな。どうしよう。え、やめとこう。すんのかい、せんのかい、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 すんのかい、せんのかい。ピンクにしよう。ちょっと待って、もう一回みんなに聞かせたい。 ASMR テープの、テープさ最高じゃない。テープの ASMR ちょっと ASMR ふざけてごめん。 ASMR おお、さっきよりインパクトはないが、しかしよし。で、これを目分量で切るがぴったしにせんといけんのよ。1ミリもずれたらだー。貼ります。うわっ、うわー、ぴったしやん。天才やん。やっぱ私って天才。いや、ぴったしなんですけど、どういうこと。めっちゃ天才じゃん。ちょっとマジ。え、そしてまたもう一回ぴったしに貼らんといけんっていう。でも、もうこれぐらいが多分目分量的にこうかな。ウィーン、もう一回貼ります。やめて。よしよしよし。あ、かわいい。なんかすごい、なんかなんか人間のベロみたいな人間のベロみたいな感じになりました。ピンクのこのマスキングテープを重ねることによって人間のなんかベロみたいな、人間のタンみたいな、人間のタンですね、これ。あ、短かった。しかも人間のタンが完成しました。はい、ということでこれからデコレーションをしていきたいと思います。とっても楽しみですよね、デコレーションということで。はい、じゃあひとまずですね、訂正したい部分をまずマスキングテープで貼っていきたいと思うんですが、マスキングテープって皆さんご存知ですか。皆さんマスキングテープってご存知ですか。あ、知らない。あ、マスキングテープというものですね。普通のテープとはどう違うかっていうと、すごい可愛いんです。まずおしゃれ、剥がせるんですね。すごい可愛いですよね。マスキングテープはどういうことかと聞かれると、私はあんまり詳しくないんですが、マスキングテープは結構剥がしやすくて、すごいもうとってもなんか高級品となっております。はい、その高級品をですね、今日はたくさん使っちゃおうという企画になっておりまして、今回はですね、内海姉さんが間違えた、味が汚いって怒られたところをちょっと訂正していきたいと思うんですが、もうその訂正できるものっていうのは唯一やっぱりマスキングテープだけなので、マスキングテープで、その隠したい部分をですね、まず隠していきます。マスキングテープは手でもちぎれるんですけど、
やっぱね、そのハサミの方が綺麗に切れるのでハサミで切ってください。で、今回このピンクのマスキングテープを用意したので、これをね貼っていきたいと思います。そして今回隠したい部分、このオスっていうね字なんですけど、これちょっと汚いので隠しました。で、隠したところがですね、もう時間がないのでこれ隠したんですけど、ここの部分を隠したということで、この上からさらにもう一回重ねていきたいと思います。で、こちらも手でちぎることはできるんですが、こういう音とかも出ますね。マスキングテープ手でちぎることは可能なんですけど、やっぱそのハサミで切った方が綺麗ということで、ハサミで切っていきます。このハサミのね長さは目分量です。何回もね重ねることによって、マニキュアのような、はい、感じになって、色が濃くなってね、だんだん隠れていきます。最初は隠れるかなって心配なんですけど、隠れていくので安心してください。そうこうしているうちにだいぶ押すという字が隠れたので、じゃあこの上から黒ペンで書いていきたいと思います。今回はメリークリスマスと書いていきます。メリークリスマス、メリークリスマス、はい、メリークリスマスと書くことによって、よりクリスマス感が増すと言いますか、とっても最高級になりますよね。で、そしてそうしましたら、この黄色のペンで、していきます。これ出にくいので、しっかりこう振って、これで初見です。よしっち、ありがとう、ありがとうございます。 STU48 2期のリネタンこと内面です、ありがとう。もしよかったらフォローもお願いします。今はねアルバム作ってます。で、黄色のペンでね、その星を描いていきます。でも結構ねクリスマスなんで、そのシルバーとかも可愛いですよね。シルバーとかも可愛いんですけど、シルバー、今回ゴールドとシルバー使っていきます。いつもねシルバーにすればよかったので、ちょっと後悔するんですけど、シルバーがちょっとつきにくいということで、しっかりこう振ってね出してあげます。やっぱ案の定つかないですねシルバー、これ、本当にやる気ないのかなっていうぐらいつかないので、もうシルバーの諦めます、ごめんなさい、ちょっと本当にごめんなさいっていう感じで、そうこうしているうちに、その訂正したい部分のねページが完成しました。はい、もう本当にね訂正したいということで、訂正できてよかったですね。まあ、まだまだあるんですが、まあ今回と同様に訂正していきたいと思います。で、間違えたらすぐまた訂正するという感じです。ここからはね工程は一緒なんで、はい、やっていきたいと思います。メリークリスマス、とっても幸せな、うわー合ってた、よかった。メリークリスマス、E-R-R、 めっちゃよくわかったね、めっちゃありがたい、もう英語で書いてくれてたもん。メリー聞こうと思ったら書いてあった、 S-T マス、ジングルベル、ジングルベル、鈴が鳴る、今日は楽しいクリスマス、ジングルベル、ジングルベル、スズオードバー、オーバーファーヨーソファー、ベリーファーリーファー、バルダン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 バンバルバンバンバルバンバンバルバン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 体は言うこと
メリークリスマス。7セブンセブンセブンありがとう。こんばんはありがとう。竹野ありがとう。こんばんは来てくれて嬉しいありがとう。メリークリスマス。特別よし。で、貼っときましょう。フレンチトースト、もういっぱい使用済んでるな。唯一のこのクリームソーダのシール、これ置いときたいな。置いときたいな、置いときたいな。よし、私の OK。 なんかさ、会いたい。唐突に思ったけど、みんなに会いたいな。みんなに会いたいな。みんなに会いたい。彼女、うん、彼女だよ。みんなに会いたいな。なんか死んだ顔で言ってるけど、いやマジで本当に気持ちが気持ちが会いたいって言ってる。心が会いたいって言ってる。いやマジさ、死ぬまでにさ、姉ちゃん、おじさん、みんなと会いたいな。私死ぬまでに姉ちゃん、おじさんと会えるかな。一回ぐらいは。それまでにさ、ゆいちゃん、おいしそう会えるかな。ゆいちゃんありがとう。やっほー、来てくれて嬉しい。ありがとう。君はこっちだよ。ペタ、あー、よしよしよし、危ない。よかった、マジで天才。気づいた、うまく貼って、くっつけ。おお、よし、くっついた、くっついた。ありがとう。ありがとう。誰か、誰か背中を、私の背中描いた。誰か私の背中描いた。なんかチクチクしたんだけど今、背中が、
背中今チクチクしたんだけど、なんか私の背中かいたでしょ。チクチクしたんだけど、なんかチクチクする。誰か私の背中かいた。え、どうしようかな。お花、お花とか貼ってみようかな。へー、どうしよう。シール、シール、え、お花のシールがない。あ、使い切ったんだ。そういう時もあるよね。なんかウェーブみたいな感じでしょうか。今日のこの目標は配信が切れるまで、ね、終わらせるっていう目標を決めとこう。11時半ぐらいまで頑張ろう。ちょっとダメだったらちょっと続ける、もう切れるまで。でも順調な気がするよね。全部やり直すわけじゃないけん、どうにかシールとか貼れば。私のくしゃみ出そう。このサンドイッチってさ、縦に貼る？これってどっち向きなんだろう。エビカツサンドみたいなやつ、横向きか。これでいいか。ハートも貼ります。